私と母が二人で住む家に一気に四台ものエアコンを設置してくれた兄嫁。彼女に感謝しつつも、私はお金の出所が気になった。私が自らしたことだし気にしないで。そう答える彼女に私は嫌な予感を覚える。まさかと思い、私は急いで自分の部屋に行って通帳を確認した。私の通帳が見つかり、一旦ほっとする。しかし、私の名前は佐々木静子。83歳の母、和子と二人で暮らしている。2年前まで看護師として働いていたが、60歳で定年を迎えてからは、認知症の母の介護に専念している。父は、私が30歳の時に、交通事故で右半身が不自由になった。そんな父を心配して実家に戻った私は、父の世話と仕事に追われ、いつの間にか婚期を逃し、気がつけば周りは既婚者ばかりに。二つ上の兄は早々に結婚し、子供が三人いた。おいっ子やめいっ子はよく実家に遊びに来て私に懐き、私自身も自分の子供のように接していたため、全然寂しさを感じていなかった。おそらくこれも、私が生涯独身になってしまった要因の一つだろう。父は7年前に肺炎をこじらせて他界した。さらに、私の兄も4年前に病死し、寂しさが相まってか、母は認知症を発症。静子、いつまで寝てるの？もう朝よ。お母さん、まだ夜中の2時よ。ほら、もう少し寝よう。最近では、このように夜中に起こされることがたびたびあり、私は母の介護に少し疲れを感じていた。ある日、玄関のチャイムが鳴った。静子さん、目にクマができてるわよ。これ食べて元気出して。そう言って差し入れを持ってきてくれたのは、近所に住む兄嫁の佐々木義江だ。兄が亡くなってからも、時々こうやって家を訪ね、母の話し相手になってくれる。さすがに介護まではしないが、それでも義江がいる間、私は少しでも母から離れ、家事に専念することができるので、彼女の存在はありがたかった。何かあったら言ってね。うちの子たちはもう三人ともそれぞれの家庭があるから、私、暇なのよ。ありがとう、ヨシエさん。そんなヨシエに、私は心から感謝していた。静子さん、お母さん、こんにちは。いつものように、ヨシエが遊びに来た。よし、今のうちに家事を終わらせちゃおう。今日は、朝から母を病院に連れて行ったため、まだ家のことが何も終わっていない。夕食の準備、掃除、洗濯物、やることはいっぱいだ。私は、ヨシエが母を見てくれている間にできるだけ家事を済ませようと動き回った。ふと母の部屋を見ると、母は一人。あれ？ヨシエさんお手洗いかしら？母が機嫌がいいのを見届け、私は家事に戻る。洗濯物を畳み終え、母の部屋を覗いたが、まだ母は一人だ。黙々と折り紙を折っている。お母さん、ヨシエさんは？知らないよ。ヨシエさん、ずいぶんお手洗い長いわね。体調でも悪いのかしら。そう思いながら、私は畳んだ洗濯物を直しに自分の部屋に行った。ギャッ！誰もいないはずの私の部屋に、ヨシエさんが立っていて、私は驚いた。ヨシエさん、私の部屋で何をしてるの？この家にはエアコンがないから、どの辺に設置すればいいか見回っていたところなの。平然と答えるヨシエ。
それなら勝手に部屋に入らないで私に相談してくれればいいのに。自分の部屋に勝手に入られたことで私は少しムッとしたが、そんな私の様子に気づかず、あたりを見回しながら、ヨシエは話を続ける。いつもお母さんの面倒を見てくれるしずこさんにはとても感謝してるの。だから、しずこさんの部屋にもエアコンをプレゼントするわね。あ、ありがとうございます。エアコンをプレゼントしてくれるのは嬉しいが、やはり勝手に部屋に入ってほしくなかったな。でも、ヨシエさんも悪気があったわけではない。それに、ヨシエさんが来てくれることで、私自身も助けられているのは事実。兄嫁だし、ここは我慢しとこう。そう考え、今回は部屋に勝手に入ったことを咎めるのはやめた。さて、2週間後、エアコン取り付けが完了。使用している部屋に1台ずつ、私の部屋を含めて4台のエアコンが設置された。手続きから支払いまで全てをやってくれたヨシエさんに、私も母も感謝する。ヨシエさん、ありがとう。ところで、お金はどうしたの？私が自らしたことだし、気にしないで。そう言って、にっこりと笑うヨシエ。本当にありがとう。私は、ヨシエさんに心から感謝するふりをしたが、内心不安になった。ヨシエさんは、ずっと専業主婦だった。今は、年金や兄の残した貯金で生活しているはずなのに、エアコンを一気に4台も購入するなんて、随分と羽振りがいいじゃないか。よく考えてみると、このエアコンの件だけではない。おいっ子やめいっ子の子供たち、ヨシエさんにとっては孫が、ヨシエさんは外食ばかり連れて行くと不満を漏らしていたことを思い出す。おいっ子やめいっ子と同様、その子供たちも随分と私を慕ってくれており、彼らは私のことをしずこばあちゃんと言って、本物のおばあちゃんかのように接してくれていた。しずこばあちゃんの手料理が食べたくなって、なんて言って、うちに遊びに来る彼らが以前、ヨシエさんのうちに行っても、毎回外食で味が濃くて飽きると言っていたのだ。そんな何人もで毎回外食だなんて、お金かかりすぎでしょう。私はそれを聞いて、ヨシエさんの懐事情を心配していた。またある時、高卒で就職したばかりの甥っ子の子供が、新車に乗って遊びに来たことがある。その車どうしたの？目を丸くして私が尋ねると、ヨシエばあちゃんが買ってくれた、と彼が言った。ヨシエさんが？驚いて何も言えない私に、彼はさらに衝撃的なこと。どうやらヨシエさんは他の孫たちにも車やバッグなど、高価なものをプレゼントしているらしい。ヨシエさん、なんでそんなにお金持ってるの？心配になって、甥っ子や姪っ子、その子供たちに、ことあるごとに聞いていたが、皆口を揃えて、ヨシエばあちゃんはパチンコで儲けたみたいだよ、と答えたのだった。いろいろと思い出し、私はハッとした。まさか。私は急いで自分の部屋に行って通帳を確認する。あった、よかった。この前、ヨシエさんが私の部屋に勝手に入り込んでいた時に通帳を取ったのかと思ったが、さすがにそんなことはしていなかったので安心した。念のため、母の通帳も確認してみよう。いつも入れている引き出しを見てみたが、母の通帳と印鑑は見つからない。お母さん、通帳と印鑑知らない？この前見て、元の場所に直したよ。元の場所がわからなくなったのかな。私は母がどこか別の場所に直してしまったんだろうと思い、家中を探し回った。しかし、
通帳も印鑑も見つからない。もしや。意を決して私は吉江さんに電話した。もしもし、吉江さん？母の通帳と印鑑が見当たらないんだけど、知らない？知らないわ。認知症って物を取られたとか、被害妄想が激しくなるらしいから、お母さんどこかに隠しているんじゃないの？そう言って取り合ってくれない吉江さん。家中を探しても見つからなかったから、警察に相談しようと思ってるの。私は釜をかける。え？警察に？ちょっと待ってて、私も一緒に探すわ。急に吉江さんは慌て出した。電話を切った彼女はほどなくしてうちにやってきた。はい、これ。吉江さんの手には母の名前が書かれた通帳と印鑑が。どうして吉江さんが持ってるのよ。私の質問に吉江さんは答えようとしない。私は通帳を開き、愕然とした。生活費はすべて私が出していたため、母の年金はほとんど手つかずの状態で、残高は数千万あったはず。しかし、記載されていた残高は1000万を切っていた。よく見ると、ここ1年くらいで何回にも分けて、合計2000万円ほどが引き出されていた。ちょっと、これはどういうことですか？吉江さんは下を向いて黙ったままだ。この泥棒め。私が吉江さんを糾弾すると、彼女はパッと顔を上げて反論してきた。私はこうやってお母さんの相手をしてるんだから、その分のお金はもらったっていいでしょ？なんであんたがお父さんの財産をすべて取るのよ。吉江さんは父が亡くなった時、兄が相続放棄をしたことをずっと不満に思っていたようだ。父が死んだ時、兄は私にこう言った。しずこ、俺が長男なのに親の面倒を丸投げして本当に悪かった。私がまだ独身でいるのは、仕事と親の面倒で婚期を逃してしまったためだとずっと後ろめたく感じていたことを告白した兄。親の世話をするのは当然よ。それに忙しくなくても結婚できていたかはわからないわ。そう言って笑い飛ばす私に兄は言う。本当は俺が母さんの面倒を見るべきなのだが、俺自身生きられるのはあと数年だと思う。しずこには申し訳ないが、母さんの面倒をこれからもよろしく頼む。父さんには借金も何も負債はないから、俺は相続を放棄するよ。俺の相続分を母さんの介護や生活費に充ててくれ。兄はこの時肺がんのステージ3で入退院を繰り返していた。ありがとう。母さんのことは任せて。兄さんは自分の治療に専念してね。孫のお世話だってしなくちゃいけないんだから、いつまでも元気でいるのよ。こういうわけで兄は相続放棄をしたのだった。しかし、このことを苦々しく思った吉江さんは、兄の死後、数年かけて巧みに母の機嫌を取り、それとなく通帳や印鑑の保管場所を調べていたようだ。しかもこのお金はあなたのうちのエアコン代やひ孫へのお小遣いとして使ってるのよ。まるで悪気のない吉江さん。吉江さんはただ溜め込んでいるよりも母が生きているうちに母自身やひ孫のために使ってあげた方が母は絶対に喜ぶと豪語する。黙り込む私に吉江さんはさらに訳のわからないことを言い始めた。お母さんが亡くなった時には、今度こそしっかりと遺産はいただきますから、長男の嫁として当然の権利を。何が当然の権利だと思いながらも黙って聞いていると、吉江さんはこう主張した。私に子供がいないのだから、当然今後のお墓の管理などは自分たちの子供がすることになる。だから、その分の対価として、自分に
この家と土地も譲ることと。黙っていれば調子に乗りやがって、何を勝手なことを言っているんだ。母のため、ひ孫のためとか言っているが、それはただのカモフラージュ。大半は、ヨシエさんの遊興費に使われているのだ。怒りがふつふつと込み上げてきた。この人とまともに話し合いをするのは無理だ。そう悟った私は、母の大事な貯金を勝手に使われたことに対し、警察へ盗難届を提出した。それから数日後、甥っ子や姪っ子、さらにその子供たちが揃って私の家へやってきた。しずこおばちゃん、警察からすべて聞いたよ。母さんが勝手におばあちゃんの貯金を引き出していたこと、本当にごめん。みんな口々に謝罪し、ヨシエさんが使った2000万については、何年かかっても必ず返すと言ってくれた。ヨシエばあちゃんが遠慮するなって言うから買ってもらったけど、車の購入費用は時間はかかるけど、ちゃんと返します。社会人になった甥っ子の子供も、私に深く頭を下げた。みんな、ちゃんと反省しているようだ。しかし、額も額だ。普通、何台も車を買えるくらいパチンコで勝つなんて、おかしな話でしょ？あなたたち、ちょっと常識に欠けてるわよ。母親であるヨシエさんの財産に、パチンコで勝ったと言われて疑わない甥っ子や姪っ子に対し、私は指摘する。彼らは恥ずかしそうにうなずき、再び頭を下げた。ヨシエさんは何て言ってるの？すると、彼らは顔を見合わせ申し訳なさそうに言った。お母さん、意地になってるみたいで。でもおばちゃん、私たちがちゃんと責任を取るから。子供や孫が頭を下げに来ているのに。ヨシエさんには本当に呆れた。ヨシエさんのことは、いくら憎んでも憎みきれない。しかし、この子たちはしっかり反省しているし、これから長い人生を歩んでいく子たちだ。自分たちの常識のなさが生んだこととは言っても、借金で縛り付けてしまうのはあまりにもかわいそう。今回のことで人生の勉強ができただろう。そう思い、私は彼らに言った。ヨシエさんが使ってしまった2000万については、もう返さなくていいわ。盗難届も取り下げます。でも、このことを肝に銘じて、常識ある大人になること、いいわね。みんなしっかりとうなずく。さらに私は続ける。返金しなくていい代わりに、母が亡くなっても、彼女の財産は、一切あなたたちには渡さないことにするわ。私はこうはっきりと伝えたが、彼らは誰一人反対することも嫌な顔を見せることもなかった。このことをしっかり誓約書として書面で残し、甥っ子と姪っ子からサインをもらった。誓約書を書き終えると、甥っ子の子供がぽつりとつぶやく。しずこばあちゃん、本当にごめん。これからもまたご飯食べに来てもいい？もちろんだよ。母ともたくさん話してあげてね。孫やひ孫に会うと母はとっても嬉しそうだから。みんなでにっこり笑い合った。この子たちはもう大丈夫。失敗を糧に立派な大人になってくれるはずだ。その晩、私は遺言書を作成した。これまで子供がいない私は、自分が死んだら私を慕ってくれた甥っ子や姪っ子に財産を譲ろうと考えていた。しかしそれはやめにして、福祉団体に寄付することにした。いくらあの子たちがいい子であっても、お金の件では関わりを持つ気には一切なれなかったから。そして半年後。お母さん、調子はどう？どなた？
あなたの娘の静子と言います。よく来たね。母の認知症は一段とひどくなり、私のこともわからなくなった。徘徊や排泄のお世話が大変になってきたので、3ヶ月前、私は母を施設に入所させた。そして私は施設のそばのアパートに住み、こうして毎日母に会いに来るといった生活を送っている。実は母を施設に入所させるにあたり、私は思い切って家も土地も売り払い、よしえさんたちの知らない場所へ母を連れて引っ越した。あれからよしえさんとは会っていない。盗難届を取り下げてもよしえさんからは全く連絡はなかった。まあこれは想定内のこと。でもそんな彼女に私は日々苛立ちを募らせていった。静子さん、笑顔笑顔。ある時、母の言葉にハッとした。このままでは人を憎むだけのつまらない人間になってしまう。危機感を覚えた私は慣れ親しんだ家を捨て、新たな地で人生を歩むことにしたのだった。おいっ子やめいっ子には事後報告で引っ越しを終えて県外にいることだけを電話で伝えた。やっぱり母さんのことを許せないよね。はっきり言って、よしえさんにはもう一生会いたくないし関わりたくない。母が亡くなっても申し訳ないけど、あなたたちにも連絡はしないわ。わかった。本当に苦しめてごめんね。しずこおばちゃんの肉じゃがみんな大好きだったよ。遠くからしずこおばちゃんの幸せを願ってるからね。彼の言葉に涙が一つ頬を伝う。私が思っていた通り、やっぱりこの子たちはいい子だった。この子たちにはまた会いたい。不謹慎かもしれないが、よしえさんが私より先に亡くなったら、彼らにはまたいつか私の作った肉じゃがを食べてほしい。夕焼けを見ながらそんなことを思った。お母さん、また来るね。静子さん、今日は笑顔が良かったわ。母の言葉に私の心は軽く弾む。母を施設に預けて時間に余裕ができた私は、毎日朝と夕方、近所の河川敷を散歩するようになった。広い空が私を包む。父の介護、仕事として患者さんのお世話、母の介護。空を眺める時間も、風を感じる時間も惜しんで、人のために尽くしてきた年月に、もちろん後悔はない。でも、もう少し自分のためにも時間を使っていれば、また別の人生が歩めたのかな。風に向かって飛び立つ鳥を見ながらそう思った。今日は笑顔が良かったわ。昨日のことどころか、30分前の記憶もない母がかけてくれた言葉を思い出す。そうだよね。あの時の私がいるから、今の私がいるのよね。慣れ親しんだ場所を捨てて、新たな人生を送るために、私はここに来たんだ。これからは、もっともっと笑顔で過ごそう。先ほどの鳥は空の上で悠々と自由を楽しんでいる。私もここで風を感じながら生きていこう。明るい空を見上げ、私はそう心に誓った。